インテル8088は、インテルの16ビットマイクロプロセッサ1979年1月に発表された。i8086 の外部データバスを16ビットから8ビットに変更し、命令、プリフェッチ級を6バイトから4バイトに縮めた。マイクロプロセッサとしては、最大1メガバイトのメモリを接続可能。初代 IBM PC には4.77。 メガヘルツ駆動の i8088 が採用され、メモリは256メガバイトまで増設できた。外部バスが8ビットであることから、ハードウェア面では8ビット、CPU として扱われることもある。IBM PC および PC、XT の拡張バスのデータバスが8ビットであるのも、i8088 を採用したことによる。IBM 社内のエンジニアは、 モトローラの MG68000 を使うことを希望しており、IBM インストゥルメンツ t s 9000 l a コンピューターに搭載された。IBM は、インテルとの間で、バブルメモリの権利と交換に8086、ファミリーを製造する権利を所有していた。8ビットの i8088 を採用した理由は、i8085 用の既存ペリフェラルコンポーネントを利用でき、 i8085 用の設計を流用してコンピュータを製造できたためである。メモリと入出力に関する制御信号である IO-M はメモリアクセス時にローレベルとなり IO アクセス時にハイレベルとなることから8ビットマイクロプロセッサである i8080、i8085 と互換性を保っている。一方で MC6800 用のペリフェラルコンポーネントは あったが MC68000 用のペリフェラルコンポーネントは当時はまだなかった。インテルのバブルメモリはしばらくの間生産されたがコストダウンに強い日本の競合企業により市場を追われメモリ市場を撤退し CPU 市場へ方針転換した。なお i 8 0 8を搭載したシステムの CPU を i8088 に置き換えるには それなりの設計変更が必要だったが、i8088 を搭載したシステムでは、設計を変更することなく CPU を日本電機の V20 に置き換えることにより、約20%ほど高速化することができた。ありがとうございます。